在日米軍駐留経費の日本側負担いわゆる思いやり予算をめぐり2日バイデン政権発足後初めて日米の実務者間で協議を行いました現行の特別協定の期限は来月末に迫っていることから日本側は現行水準のまま暫定的に1年間延長することで早期に合意した上で翌年度以降分の交渉に入りたい考えです 思いやり予算をめぐっては日本に対し大幅な負担の増額を求めた前トランプ政権との間で交渉が難航し,ていまし,たしかし去年11月の大統領選挙の結果バイデン氏への政権交代が確実となったため合意を先送りしていました。